清塚信也がパーソナリティでお送りしております清塚信也 X タイムラジオ。ここからは明治チョコレート効果とコラボしたコーナー、チョコレートコネクト。綺麗なね音ってね、いいですね。チョココネです。チョコレートとともに心も体も豊かなひとときを送れますように、リスナーの皆様と私と音楽とコネクトいたします。12月のテーマ、もう12月も終わりだね。プレゼントのお話でございます。さあメッセージ何が来てるかな。ラジオネームボノさん。私がもらって衝撃を受けたのは亀です。亀ね、いいじゃん亀。うん、サンサンスは亀をこの運動会でよくかかった昔。この曲ね、まあカンカンというね、あのすごい速い、曲なんだけど、この速い疾走感のある曲をあえてゆっくりで、でやることで遅い亀を表したんだよ。動物の車に癖でね、亀かわいいじゃんね。タートルズ大好きだった子供の頃、レオナルドが大好きだった。会社の同僚が海外への移住を計画していて、それを知らなかった私は彼女の飼っていたミドリガメをかわいいねとつい褒めてしまいました。しまいましたってことは何か起こるのか。すると次の日、彼女が会社に亀を連れてきていて、あげると言うんです。仕方なく私は亀を連れて帰りましたが、仕方なく、まあそうか、急にね、飼い方もなんか分かんないもんね、よくね。人懐っこくて、そうなの？お手とかするの？水槽に入れていても知らないうちに布団に入ってきて一緒に寝ていました。怖い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 。どうやって出たの？まず。怖いじゃん。水なくてもいいんだ。今はもういなくなってしまいましたが、可愛い同居人でした。ボノさんも可愛いけどね。怖ない？だってじゃあ上がろうと思えばいくらでもいつでも上がれんだぞっていうスタンスだったってことだね。こうやってね、すごいな亀な。でも結構亀って凶暴なんでしょ、実は。物によっては噛みつくやつもいるんでしょ、もう一個ぐらい読んでみよう。ラジオネーム朝空の向こうさん。朝空って言うんだっけ。まあいいや。22歳のちょうど今の季節、12月かな、イルミネーションで華やぐ街の中、待ち合わせ場所に来た元彼は真っ赤なバラの花束をくれました。私は仕事を辞め、実家に戻る決意をし、最後に会いたいと電話をしたのです。そうか、遠く離れちゃうから別れようということですね。これは最後に会いたいというのはね、別れなきゃいけなかったのかな。実家に戻る決意をし、真っ赤なバラの花束をもらうなんて想像もしておらず、ドラマのヒロイン気分になれたとても嬉しいプレゼントでした。あれから25年以上経ちますが、後にも先にも真っ赤なバラの花束は一度だけです。
花が持っている力っていうのはすごいんだよね。やっぱり生命力というかね。全然興味ないっていう人もいるけどね。私はね、職業柄よくもらうんで、いつもね、家に持って帰れた時は鑑賞して一つ一つね、生命力を感じてますよ。確かに真っ赤なバラっていうのはね、またあの赤さっていうのはバラにしかない深みがあるよね。生きているものだからこそのそのちょっと、光の加減や角度によってのね、深みが違ったり、綺麗よね。いや、粋じゃん。最後に会いたいってね、別れる前提で会っているのに、花言葉愛のバラを、真っ赤なバラを持ってくる、ね、愛は終わっていないっていうね、意味で、いいじゃないですか。素敵な思い出ですね。朝沢の向こうさん、ありがとうございました。さあ、今日もメッセージありがとうございました。今日メッセージご紹介した方には明治チョコレート効果をお送りいたします。番組では引き続きメッセージを募集しております。来月もう来年ね、1月のテーマは勉強。やだ、誰考えたの。勉強ってね、でもね、学習と違って嫌なことをするって意味らしいよ。だから酒井のアキンドが勉強しますよっていうのは嫌なことを頑張りますよっていう意味らしいね、あれね。だから、まあ、深いよね。得意なことじゃなくて不得意な嫌なことをやらなければ勉強になってないということ。ちょっとね、皆さんも勉強するっていう時は嫌なことをめがけてそれを中心にやってみてください、ね、それで本当に嫌になっちゃったらダメだけどね。さあ、ということで勉強のエピソード、皆様ね、これでも勉強の環境をどういう環境でみんなやってたかとかね、英語の英単語の覚え方こういうのがいいって編み出しましたとか、本当に勉強になる可能性あるね、こっちがね、読んでるとね。はい、お待ちしております。それではここで動画配信限定のキーワードプレゼントです。明治チョコレート効果5個セットを毎月5名様にお送りいたします。12月のキーワードはリボン。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。ぜひご応募ください。清塚信也 X タイムラジオ。ここで明治から耳寄りなお知らせです。ピアノは1日サボると3日分衰えるなんて言いますが、何事も継続って大事ですよね。カカオポリフェノールも同じ。体の中に留めておけないカカオポリフェノールは毎日ちょこちょここまめに食べ続けないといけません。チョコだけに。でもどうやって、めんどくさいよというあなたにおすすめなのが明治チョコレート効果。1日3枚から5枚、おやつ感覚で食べるだけ。しかもチョコレート効果には 100g あたりで比較すると赤ワインやリンゴよりたくさんのポリフェノールが入っているんです。びっくりですよね。チョコレート効果恐るべし。ちょこちょこ摂取で毎日の健康を考える、明治チョコレート効果、ぜひお近くの取扱いスーパー、コンビニでお買い求めください。